おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日何の話をしていくかと言いますと、前回前々回とガチャにね焦点を当てて話してきましたので、じゃあとはいえそのガチャの選手を使う監督はどうなんですかということで、今回はまず最新メンディー監督の解説をしていきたいと思います。まずはメンディー監督自体の解説とフォーメーションコンボの性能に触れてから、現環境ね最強の監督と言われている、ベルコスケ監督との比較もしていきましょう。ってことで早速始めていきます。さあまずメンディー監督なんですが、戦術得意度レベル10の中央突破の監督です。これが嬉しすぎますね。最大のフォーメーションコンボの上昇率も当然、199%、第2段階で 107% まで伸びますので、ここもベルゴスケ監督に対して何か劣っているということは全くなく、これがね星5確率 20% の監督かと思うと、いや絶対レアルガチよりこっち引いといた方がコスパ的には良かったね。選手の性能で言ったらレアルが圧倒的に上でしたが、なんかシンプルなコスパでいくとこっちでレベル10作っといてもそんなに問題なかったんじゃないかなは正直思っちゃいます。さあそしたらこのコンボ効果見ていきます。パストラップキープセービングタックルスピードです。でベルゴスケ監督と被ってるところでいくとパスとトラップとスピードです。あとセービングかな。メンディー監督のタックルの代わりにベルゴスケ監督はパスカットを持っていて、メンディー監督のキープの代わりにベルゴスケ監督はパスを持ってます。こうやって比較しても正直メンディー監督って全く劣ってないんだよね。すげえと思います。これは個人的にもう本当に素晴らしいと思います。さあポリシー特徴を見ていきましょう。ボールピッカーでマークとパスカットが中アップ、スティルハントの極意でマークとパスが大アップしてます。メンディー監督のフォーメーションコンボでは、センターバックとライトサイドバック、センターフォワードとライトウィングに指定が入りますので、このスティルハントの極意のマークパスっていうところがセンターバックとライトサイドバック両方に嬉しいですし、センターフォワードとライトウィングにパスが大アップしてるっていうところでも一定問題ないのかなは思います。 4-3-3 でちょっと攻撃的なフォーメーションコンボの形ですが、ボールキーピッカーでマークとタックルが中アップするっていうところでフォーメーションコンボはきちんと守備的になってますし、特にこのニュージェネレーションのフォーメーションコンボ効果で、タックルがきちんと 85% 上昇するので1対1にはかなり強力な監督になってるのかなと思います。個人的にはベルコスケ監督とメンディー監督でどっちの方が攻撃面守備面で安定するかっていうとメンディー監督じゃないかなとは思います。さあそしたらですね、監督のアビリティを見ていきましょう。こちらも素晴らしいです。まずオフェンスバリエーションから簡単に触れていきますが、いつも通りね好きなように前線の選手を入れ替えておけますよっていう特徴ですね。あとは戦術の神髄レベル2を持ってます。ここも素晴らしいの一言です。戦術指導レベル5で、戦術有利を取った時にチーム戦力超極大アップがありますし、消耗戦指導レベル2、消耗戦対策指導レベル2があるので、ここももうベルゴスケ監督に一歩も引かず、自分が削るとき、そして削られるときに両方デバフがかかります。オフェンス強化指導ディフェンス強化指導で味方選手全員のオフェンス能力ディフェンス能力も特大アップしてくれてますし、名称のディフェンス対策指導検証の、戦術対策指導回で、こちらもね戦術有利を取ったとき戦術不利を取ったときそれぞれきちんと効果が発動するようになってます。いや本当にねここまで来てもう全くなんかねベルコスケ監督に見劣りしない監督だなというところが正直な感想です。 4-3-3 のフォーメーションコンボなんですが結構シンプルな形をしていて、両サイドそしてセンターバックは低めの位置にしか置けません。 DMF もそうです。で両翼をちょっと低めに置けるんですよね。で逆に 2OMF も結構自由にできるので、こんな感じのねなんか逆クリスマス、クリスマスツリーみたいな形にすることもできます。これは結構いいんじゃないかなと思うのと、あとは、センターフォワード
間違えた、 OMF に関しては高い位置にも置けるんですが低い位置にも置けるので、例えば今私が起用しているデコみたいな攻守両方できるタイプの OMF に関しては低い位置に置くことで、まあ、疑似的な 4-2-1-3 みたいな形にもできますし、まあ、両ウィングを下げれば 4-2-3-1 っていう形もできるので、まあ、サカツクってね、そこまでフォーメーションコンボが大きく試合中何か影響するゲームではないんですが、とはいえ比較的自由に組めるのはいいとこかなと思います。まあ、こんな感じでね、リカルド・カルバールみたいなコンボ特徴を持っている人なんかは4人の選手に守備能力の上昇をつけられるので、まあ、守備ができる OMF を低い位置に置くっていうのは結構ありかなと思いますし、なんならその勝ってる時負けてる時で、あのフォーメーションの形を入れ替えるのもめちゃめちゃ今回これハマる形なんじゃないかなと思います。例えば勝ってるんだったらデコなんかを低い位置にずらすとか、守備ができるねクロスなんかをもともと置いておいて、こんな感じで置いておいて、勝ってるんだったら後半でねクロスを低い位置まで下げてくる、逆に負けてるんだったらクロスのところをグリーズマンに変えて、ポジションエディットでグリーズマンを高い位置に上げるとか、まあ、そういった自由な配置ができるので、まあなんかすごい汎用性があるなと思います。こんな感じでね、こんな感じのフォーメーションもできちゃうので、めちゃめちゃ攻撃的にできますよね。これが勝ってる負けてるで選手をここまで自由に入れ替えられると、なんか使ってみたくなるなっていうのが正直な感想ですし、ここめちゃめちゃ私個人的に高評価です。さあ、じゃあベルゴスケ監督と比較してどうなのっていうところを改めてしていきますが、まあ再度繰り返しにはなりますが、負けているところが見当たりませんし、なんならこれはもちろんその人の好みではありますが、フォーメーションコンボ効果でいくとメンディ監督がタックル、ベルゴスケ監督がパスカットなんですよね。守備の面でいくとタックルとパスカットだったら私はタックルの方が好きです。やっぱ1対1でちゃんとボール取れるのはタックルなんで。で、まあ、とはいえベルゴスケ監督はパスがあってメンディ監督キープなので、やっぱパスの方がそりゃ攻撃は通る、あとドリブルか、ベルゴスケ監督ドリブルがあってメンディ監督キープなので、そりゃドリブル持ってる方がそりゃ攻撃はね通るよねっていう話にはなりますし、特にベルゴスケ監督でいくと本当に両翼が化け物を置くことになると思うので、こいつらのドリブル 85% 強化、まあ、最大で 107% 強化があるかないかで一人で点取れるかどうかが分かれるので、まあ、このラスト一押しでいったらもちろんベルゴスケ監督に軍配が上がるんじゃないかなと思います。まあ、そこでいくと1対1の攻めに強いベルゴスケ監督と1対1の守りに強いメンリー監督っていうところかなっていうのが感想です。で、じゃあどっちを使うべきなのって話でいくと、正直レアル攻めを引いていてベルゴスケ監督ができている方は全く乗り換える必要性がないですが、レアル攻め、いやちょっと確率低いし、なんか豆腐の動画見てたらガチャやべえしスルーしましたみたいな方で、なんかでも気持ち GP 余ってるんだよなみたいな、100連ぐらいだったらワンチャンできるかもみたいな方は、私は結構このガチャおすすめしたいですね。戦術得意でレベル10の中央突破が次いつ来るかっていうところもまあ1個あるんですが、今回のメンディ監督でいくと結構このプレスタの指定みたいなところもありますし、ニュージェネの選手を7人以上で 107% 強化にできるんですよね。で、5人以上で 96% 強化まで上げられるので、仮に全員を起用しなかったとしても、例えばセンターバックの、クバルシュと、あとは、カラフィオリ、カラフィオリに関しては、まあ、本当にすごく優秀な選手ですし、まあ、この2人起用して、まあ、DMF ザイルエムリにして右アマルにして左ドクにしてってやったらもうこれだけで5人なんですよ。で、まあ、一定きちんとこの5人をフォーメーションコンボで起用すれば、それだけで 99% か、失礼しました、96じゃなくて 99% まで上がるので、この5人起用して99%まで上げて、あと結構自由に言ってもまだまだ余ってておけるので、これはね強いんじゃないかなと思います。めちゃめちゃいいと思う、普通に本当にね。で 20% だし、コスパいいし、戦術得意度レベル10で、いやこれはいいですよね。それこそ例えばなんだろうな、レアルゾム引いたけどまだまだ貫突できないとか、
とりあえずラウールだけ貫突しましたみたいな方は、逆にラウールこっちで使ってニュージェネの選手たちを揃えた方がもしかしたらコスパいいかもしれないし、まあ、エムバペもまだね、ここだったらフランスのエムバペは自由に使えるので、ここにはヤマル置くことになりますけど、まあ、なんかね本当に可能性に満ち満ちた監督だなと思います。はい、決して私はレアル染めを下げる要因ではないですし、なんかなんなら私はもうレアル染めに300連かな、確かした、もう自分でもよく覚えてないですけど300連ちょっとしてる人間なので、その人間がこれだけ、メンリー監督悪くないと思いますよって言うってことは、本当にね信憑性がいって担保できるんじゃないかなと思っての発言です。はい、だやっぱ選手の質でいくとね、もう当然ベリンガム、エンバペ、ビニシウスとかね、ラウール、グティ、ロベカルが揃ってこのレアルが当然上に来るのは、まあそりゃそうなんですが、まあ、コスパで言ったらメンリーだよねっていうところかなというところです。はい、今回の動画はここまでにいたします。ご視聴誠にありがとうございました。皆さんも寝起きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。